各位贵宾，大家午安。皆様こんにちは。我是李登辉基金会的经长，请容许我来说明等一下致敬的仪式。私は李登輝基金会の業務執行長 T でございます。等一下会由军方的人员担任司仪，那我们会有专门的翻译人员。後ほどは軍の方がその流れの言葉をお話しいただけるようになりまして、その後は日本語の翻訳が入ります。所以等一下会请先各位先起立，然后接着就是请麻生副总裁跟两位众议员就位到这边还有台阶的前方。儀式の中には麻生副総裁と中西衆議院、そして鈴木衆議院がお立ちになっていただいて、前の方へ進んでくださいという儀式があります。然后也请基金会的李安妮董事长跟赖国洲教授在那个坐到这个的位置，然后代表家属。そして李董事長と赖様は家族のお立ちいただけるような場所に家族代表としてのお礼をいたします。那献花的时候会由三位军方的人员把花拿到贵宾的面前，然后贵宾就手执着花。で、献花の儀式がありますので、その時は軍の方がその花をお持ちで麻生副総裁と衆議院のお手にお渡しするようになります。然后花致敬完之后，会有军方的人员帮您把花再放在上面。そして献花が終了いたしましたら、軍の方がそのお花をまた取り戻しいたします。以上。以上です。致敬儀式開始。日本国自由民主党副总裁麻生太郎阁下率员向中华民国李前总统先生临前致敬仪式。ただいまより日本国自由民主党副総裁麻生太郎ご一行様による故中華民国元総統李登輝の追悼式を執り行います。仪式開始。全体肃立。皆様全員ご起立をお願いいたします。李前总统家属代表李安妮董事长请就位。はじめに李元総統のご家族の代表、基金会の董事長李安妮様、どうぞ先方の位置まで
お進みください。主祭者麻生太郎副总裁请就位。続きまして出席者を代表し日本国自由民主党副総裁麻生太郎様、どうぞ前方の位置までお進みください。台记者日本国铃木新佑众议员中西健治众议员请就位。続きまして日本国衆議院鈴木圭介様、衆議院中西健治様、係のご案内で先方の位置までお進みください。献花。ただいまより献花を行います。皆様お礼をお願いします。请复位。元の位置にお戻してください。ただいまより30秒の黙祷を行います。よろしくお願いいたします。黙祷終了でございます。全体人員行三鞠躬礼。皆様深くお礼三礼をお願いいたします。请脱帽鞠躬お礼。再鞠躬お礼。三鞠躬お礼。礼成。ありがとうございました。台记者林木与中西议员请入座。恐れ入りますが鈴木様、中西様は一旦お席へお戻りください。现在请基金会迪安尼董事长与赖国洲教授与自民党副总裁麻生太郎合影。撮影のために麻生副総裁と李幹事長と赖様はお墓の後ろの方へお進みください。现在请中西议员以及铃木议员也到幕后来合影。恐れ入りますが鈴木様、中西様全員の撮影を行いますので先方の方へお進みください。
そうです。はい、